どうもこんにちは、AK ヒットと申します。漫画紹介を始めていきたいと思います。今回紹介する作品は将棋指す獣です。将棋指す獣の著者は市丸いろはさんと佐藤正道さん、新潮社から出版されています。一巻は2018年の11月に発売されました。将棋漫画、囲碁漫画は結構少ないですが、将棋漫画はたくさんあります。月下の騎士、八番ダイバー、3月のライオンなど、数え上げたらキリがないほどです。将棋漫画は激戦区のジャンルなのに、新作がどんどん出てきます。そして競争の激しさゆえに、面白くて切り口の斬新なものが多く作られます。そうでなければ連載を勝ち取れないからです。この漫画では女性初のプロ棋士を目指す主人公が描かれます。珍しいパターンです。女性が主人公の将棋漫画はありそうでなかったアイデアです。さらにこの将棋指す獣はキャラクターの目がいいです。真剣勝負をしている時の目の表情の描き方が抜群です。プロ棋士になる方法、将棋のプロ棋士とは四段以上の人を指します。三段まではプロとして認めてもらえません。プロになるには大抵はまず奨励会に入ります。そこでライバルたちとしのぎを削る中で昇段していき、三段リーグを勝ち抜いて上位二人に入れば晴れて四段に昇格できます。長い道のりです。小学生や中学生から入って10年間在籍していることも珍しくありません。しかし奨励会には年齢制限があるのです。26歳になるまでに四段にならないと退会しないといけない規則なのです。昔はそこでプロになる道は断たれていましたが、今では特定の条件をクリアすればプロになる道はまだ残されています。奨励会を退会したこの漫画の主人公が行こうとしている道は次の通りです。まずアマチュアの棋戦で優勝しプロの推薦を得る。2番目、3段編入試験で2段相手に8戦6勝する。3番目、3段相手に半年間3段リーグで戦って上位2位に入る。そこでようやく四段となりプロとして認められるわけです。めちゃくちゃハードルが高いです。過去このルートでの合格率は0です。しかし奨励会ではダメだったけれど、それでもまだ本気でプロになりたいものはこの狭き門に挑戦してわずかな可能性にかけるしかありません。あらすじ、主人公段塚光は22歳、ゲーム会社でアルバイトをしながら将棋の勉強をする毎日を送っています。かつて奨励会で3段にいたこともありましたが、何らかの理由で退会せざるを得なくなったようです。理由は一巻ではまだ明かされません。彼女はプロ棋士になるためにアマチュア棋戦の天竜戦にエントリーしました。目標のためにはまずそこで優勝することが大前提です。しかしアマチュアといっても上位層はプロ顔負けの実力者たちがひしめいています。光と同じように元奨励会員も何人か混じっていますので、そこで優勝するのは簡単なことではありません。そしてアマチュア棋戦は持ち時間がプロよりも圧倒的に少ないので、戦い方に微妙な違いがあり、奨励会での時間感覚で戦っていると勝つことが難しくなります。光はなんとかトーナメントを勝ち進み、決勝戦に駒を進めるまでやってきました。プロ棋士の価値、昔は将棋のプロ棋士になればそれだけで揺るぎない価値がありました。しかし今は AI が発達して人間は機械に将棋で勝てなくなる時代になりました。まだギリギリ勝てる時もありますが、いずれ絶対にかなわないようになるのでしょう。それなのにわざわざ人間が将棋を指す意味があるのでしょうか。プロ棋士となってやっていくことに価値はあるのでしょうか。僕はあると思います。機械よりも人と人との対決に魅了されるからです。いくらすごくても機械同士の対決なんて何回か見たら飽きるだろうと思います。背後にストーリーがないからです。弱さを抱えつつも負けられない理由を背負って戦う人の姿がドラマチックな対決として観客の目に映るのです。我々はスポーツでもゲーム対戦でも人対人の試合に熱狂します。サッカーの試合で強烈なゴールをロボットが決めたところで、それでという感想しか思い浮かばないはずです。ぷよぷよやテトリスだってまだまだ競技人口は多いです。高速の積み込みからの10連鎖15連鎖消しなんて AI にとってはお手のものでしょうが、そんなプログラムを見ても楽しくないでしょう。人対人の時にそれをやるから面白いのです。人が人間同士で対戦する面白さを忘れない限り、いくらコンピューターが発達したとしてもプロのアスリートもプロゲーマーもプロ棋士もその価値を失わないでしょう。
将棋指す獣、ぜひ読んでみてください。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。ブログも書いてます。ブログ名は紙の本も読みなよです。この YouTube チャンネルと同じ名前です。ブログの方も参考にしていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。